木谷亮ファン TV。 鍋が前をまずは切りに行きます。4番の武藤は車を引きました。難関三車前受けから引いて現在は3番手以降も上がっていきます。福岡コンビがさあ前段2人と変わっていって3、4番手が四国勢、5番手以降に難関三車で鐘を聞いての3コーナーです。さあ1番の秋名が先頭立って後ろの出方、ここは2番の真鍋も気になるところか。4番の武藤がどのタイミングで行くか。さあ1番の秋名が逃げる展開になりました。4番の武藤隆は5番手、ここは後手に振る中幕に構えているか。2番の真鍋が中段の3番手はキープ、最終2コーナーからバックへと向かっていきます。1番の秋永が5番の北谷を連れての先行、さあ仕掛ける4番の武藤一気にまくって3コーナーは3番手、2番の真鍋外振ってインコースを6番の雲野がついていって5番北谷を内まで来ました。直線1番の秋永が先頭、1番の秋永まんまとどうやら逃げ切った。2着どうか。外か国内初のね競輪コミュニティっていうのね、僕やってますんで、興味のある方は概要欄から覗いてみてください。今日の動画は以上にしたいと思います。ということで皆さんの車検が的中しますように。いってらっしゃい。